宝来郷にやってきたのだ。この先、きれいなお水がたっぷり流れているのだ。この宝来郷はいろんな映画やドラマのロケ地にもなったことがあるのだ。空っぽのペットボトルのに冷水を補給するのだ。あとで水がなくなった時の保険にするのだ。頭にかけたりするのに使えるぞ。似たような園庭が3回くらい続くのだ。夏場に来て水浴びでもした。